はい、どうも、モルさんです。さあ、今回はですね、よく SNS で見かける、犬が反応するやつ。ピーッと音が上がってって、犬がパッと耳がね、こう上がる。あれを、うちの犬でやったらね、もうウニでやったら、どうなるのか、ちゃんと反応するのかっていうのをね、今日はやってみたいと思います。じゃあ、まずね、あの音を出してみましょう。ヘイシリ、犬が反応する音鳴らして。すみませんが、それはできません。なんで？ヘイシリ、犬が反応する音を鳴らして。すべての曲をシャッフル再生します。やめろやめろやめろ。もう一回やろう。ヘイシリ、犬が好きな音鳴らして。了解しました。マジ？え、早く鳴らして。精一杯のスピードで頑張っているんですが。犬が好きな音を鳴らして。すみませんが、それはできません。なんでだよ。 YouTube で犬が好きな音再生して。ウェブで見つかった犬が好きな音のビデオはこちらです。 Siri は直接は流してくれないみたい。じゃあね、この中から Siri がちょっと見つけてくれた犬が絶対に首をかしげる音っていうのを鳴らしてみたいと思います。ウニ？ウニ？お座りは？すごい。高い音は反応するのかもしれないね。あとね、犬が反応する犬用の音。これね、犬が吠えてるやつとかが入ってるやつ。これを再生してみましょう。びっくりした。赤ちゃんの鳴き声。誰か来た。雷。はい、というわけで今回は犬が反応する音試してみたんですけど、
なんかね、反応する音と反応しない音がありましたね。まあね、当然ね、モスキート音とかの音がフィーンって上がってく、あれ系は反応したんですけど、動物は結構分かれたかなって感じですね。鳥とか、鳥、犬、猫あたりは反応したんですけどね、ライオンとかは反応しなかった。結構犬によって違うかもしれないけどね、うちの犬は雷の音をね、そんなに怖がらない。雷怖くないね。で、結構好奇心が旺盛で、やっぱね、散歩とかしてると通行人の方がいるとすごいそっちの方に遊び行っちゃう。結構そういう犬とかだと他の動物の鳴き声とかにね反応しやすいのかもしれない。というわけで、またウニと一緒にね、なんか動画撮ってほしいやつがあったらリクエストぜひお願いしますね。もう顔は舐めなくていい。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。